大家好，我们是日本人生，我是台湾人的 Yuki，我是日台哈夫的 i 想学最自然的日文的话，请记得订阅追踪我的 Podcast。如果想看中日文字幕对照的话，連接内有 YouTube 频道，记得订阅哟。皆さんこんにちは。日本人森チャンネルへようこそ。このチャンネルでは、日本在住の日台ハフの n a m i と台湾在住の台湾人 Yuki が日本のいろんなことを配信していきます。 自然な日本語を学びたいあなたぜひチャンネル登録をそしてポッドキャストリスナーの皆さんもし母国語と照らし合わせながら見たいという方は概要欄の youtube のリンクから CC 字幕付き動画をぜひご活用くださいよかったらチャンネル登録もお願いしますそれでは本編にレッツゴー間違えた <laughs> 間違えました <laughs> ちょっともうはいどうでしょうか <laughs> すみませんちょっとなぜか爆笑しながらのスタートですけど今皆さんカメラのシャッター音聞こえましたかね <laughs> 何の音か分かりましたでしょうか実はえ iPhone のシャッター音でした <laughs> 大家有听到刚刚的声音吗就是大家熟悉的相机拍照声就是我们的 iPhone 的拍照声はい。 というわけで今週はですね先週に引き続き iPhone に関連する話題をお話ししていこうと思います。的事情はい、で先週はね私たちあの日本と台湾のそれぞれの iPhone のシェア率とかについてお話ししたんですけど今週はまあ台湾でよく聞かれる iPhone にまつわる噂をいくつかご紹介した後に少しいろんなことをお話しして 呃、嗯，上一周我们是讲 iPhone 的市占率，这一周我们就来讲一下在台湾关于日本 iPhone 的一些传说，到底是真是假，我们就来好好的揭晓一下。 まあというわけでオープニングシャッター音からスタートしたのでそのシャッター音に関連する話題からスタートしようと思うんですけど iPhone のカメラの時のシャッター音日本では消せないっていうのは本当ですかっていうような噂がというか疑問が台湾の方で結構あるんですかねどうですか刚刚我们是用 消去的，但这个的话，就是我想说，来好好的问一下 n a m i k o 上，我自己知道的话是听说都不行，嗯嗯嗯，对，可是台湾的人都可以关掉，嗯，日本的话是真的都关不掉吗？台湾は iPhone のシャを消せるらしいんですけど、日本の皆さん羨ましいですよね。ちょっともしかしたら日本はまあ本当に消せる、啊、消せないんですかって今聞かれたんですけど、本当に。 消せません <laughs> 現に私も何回か試しましたけど消せないですね <laughs> そうなんですよね 哦，oh, 所以你们真的是没办法消除那个拍照的声音的。そう、全く消せなくて、スクリーンショットは消せるんですけど、oh. 普通のカメラは消せないですね。如果是屏幕的截图就可以消除那个声音，音可是如果是一般的拍照，<noise> 你用手机去拍照，那个声音就不能关掉。はい、そうなんです。なの台湾で噂されていることは本当でした。哦，oh, 所以我们可以证实这个无法关除拍照声是真。 そうそうあとは他は台湾ではなんか日本の iPhone について言われてることありますか了本当に日本の iPhone の方が価格がちょっと安いんじゃないかっていう噂があるらしいんですけど就特别帮我们去查了一下嗯嗯そうなんで実際に台湾の iPhone より日本の iPhone の方が、えー、本当に安いのかどうかちょっと 調べてみたんですねでそれぞれの今の販売価格をちゃんと Apple さんの公式サイトでね調べてみたんですけど今回 iPhone14 Pro256GB の値段で比較していきますナミコさんはい、ですねで調べたところ、まあ、ちょっと先に 結果からお伝えしてしまうと、実は今は昔は、ね、どうだったかわからないんですけれども、今現在は日本の方が高いという結果が出ました。<music> <music>

日本円だと、まあ、15万3600円ぐらいですね。あ、う、あ、んうん。Oh, 我们再来看 iPhone 台湾官网的价格台湾 iPhone4 1 Pro256GB は3万4900円。大概日币的15万3600多円。あよ。そうなんですよ。だから、まあ、日本円で哎<呦>見た。あよ、その。 想要认真讲，然后结果一直被干扰。哈 <laughs>，是，哈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  <laughs> <laughs>，哈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 、欸，哈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 、嗯嗯，哈、啊，哈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 ， 確かに对啊、我记得我台湾朋友拍照的时候好像相机声音を使う,んうん、うん。なるほどですね、うんで。シャッター音も消せるし、きっと、まあ、みんな台湾に行って買った方がいいかもしれないですね。うんうん你可以 <laughs> でも <laughs> そうシャ,シャッター音は正直そのすごいちっちゃいシャッター音のカメラのアプリとかを入れればすごくちっちゃくは実はできるはできるんですよね。という对因为有特別数値いや,いや特になんていうの。<laughs> <laughs> 音量をすごい小さく設定してるアプリっていうのが <laughs> その音が気になる人たちがやっぱいるので、えーまあ、カメラのシャッター音がしちゃうのが恥ずかしいというふうに思う人たちはそういう音シャッター音が小さいアプリみたいなのをダウンロードして撮ったりするみたいですね。あ、いうは

確かに台湾に比べたらそれはもちろん台湾の人の方が撮る率は高いかなと思いますよね。ナミコさそう台湾人台湾ドラマとか見ててもすごいよく自分で自分のこと撮ってるなって思う時が あるけど，そんなことないですか？你说你在看台湾的一些戏剧的时候，嗯嗯嗯常常会觉得台湾人好像很爱自拍。对そ，そんな印象がありますね。<laughs> 呃，不好意思，我有时候也会。哈哈哈哈哈哈！逆に不好意思。<laughs> 但我还是有一点那个羞耻心在的。嗯嗯嗯嗯我有时候拍了一两张，我就会赶快关起来。那罗那 ゆきさんもよく自撮りをするということですけど、ゆきさんはちゃんとあのちょっと羞恥心というか自制心があって、まあ、2、3枚撮ったらすぐに <laughs> あの消すってことでおっしゃってますね。え、い長

でも自分のことを自撮りたくさんするみたいですね。なるほどですね。私には縁遠藤いい話ですけど。<laughs> え遠縁遠いいすすも <laughs> 的话あ。 って感じですかね。その遠出派のそれと縁がないっていう感じですね。ナ、oh. うん、ミコさん、对于这种连续自拍的这种行为是比较没有缘分的。对そうですね。ちょっとね確かにちょっと違いますよね。ああとちょっと脱線するんですけど、台湾の人ってテレビ通話すごい好きなイメージがありますね。Oh. 那米考长觉得台湾人好像比较喜欢视讯通话，嗯,嗯，どうですか、気のせい？我觉得还好哎。

結構ちょっと前のね <laughs> エクスボーイフレンドたちに申し訳ない気持ちですけど <laughs> ってことでごめんなさちょっと笑いすぎて <laughs> 私鼻水が出てきちゃいましたすいません。<laughs> <laughs> <超煩笑>あとね今日もうちょっと触れたい話題があるんですけどこの iPhone のシャッター音ですね冒頭に出てきたシャッター音皆さんどうですかもう一回聞きたいですかもう一回流しましょうか。<laughs> <laughs> 那さんチャい <laughs> <laughs> きますよ。 ましたから、よく聞こえたと思うんですけど、このシャッター音、実は本当のカメラのシャッター音を収録した音らしいんですよね。ああ、其实这个拍照声是真的相机出来的拍照声音。<laughs> そう、この音は実は1980年代後半から、えー、90年代にかけてですね、アップルにサウンドデザイナーとして勤務していた。 ジム・リークスさんっていう人のカメラのシャッター音でえっ、ー、とそれが1970年代の Canon の AE1 っていうカメラのシャッター音らしいんですよこの iPhone の声音は当時在 Apple 工作的音效設計師一,一名叫做ジム・リークス 呃，我不会念，呃 j i m l a d i x 的人，<laughs> 然后设计的。那他当时的话，是他高中的时候，因为。 一九七零年代的时候，他买了一台 Canon 的 A1 的这一台相机，所以他就把这一个相机的拍照声就录了起来。Canon 的 A1 のカメラのシャッター音を録音してスピードを少し落 h o n e のシャ音而且它这个的声音是把当时 Canon 这台相机的声音稍微放慢速度的声音，然后再把它变成像这样，现在我们常听到这个拍照音。 というわけで、あの最後に少し iPhone にまつわる豆知識をご紹介したんですけれども、对啊，我们最后还不小心介绍了一个 iPhone 的冷知识。我们的 Podcast 很有内容呢、ね <laughs> <laughs> <laughs>。自己讲自己讲。y よね。ちょっといろんなことが学べてね。そうです。皆さんぜひあの通知設定をオンにしていただいてね。あのぜひフォローしていろんな情報をこの。<laughs> 私たちのポッドキャストからキャッチしていっていただければなと思います。はい <laughs> というわけで今日はねこの辺までかなという感じなんですけど、えー、今ね私たちが話した以外にも iPhone でこんな便利なことがあるよとか伝えたいことがあればぜひコメント欄やメッセージで教えてくださいね。 iPhone について話しましたが今後いろんな話題話していきますが皆さんの方でもリクエストあればぜひ教えてくださいねそれではまた来週お会いしましょうバイバイ好きな後ろ如果有想知道的な話題歓迎留言告白我め也歓迎跟我述お我ん可能就会 <laughs> 呃再乱聊一下 <laughs> 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 好下次下がりバイバイ